皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。今回の動画ですね、はい、リクエストになります。あ、そうですね、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと遅くなってすみません。そうですね、本当に申し訳ございません。申し訳ないです、今回はですね、はい、まあ、ルナシーの曲で、はい、もしリマスタリングをするなら3選でございますね。はい、まあ、3曲お互い選ばせていただきました。はい、まあ例のごとくお互いね、まあ、3曲最初に発表してから、うん、まあ、なぜなのかっていうその理由をお話ししていこうなというふうに思っております。はい、じゃあまずはですね、マサさんから。じゃあ早速私からね。はい、そうですね、お願いします。はい、はい、まず1曲目はですね、はい、メカニカルダンスですね。あ、結構意外なとこ来たな。あ、本当？あ、メカニカルなんだ。ええー、はいはいはい。で、まあ、2曲目は、はい、レイン。うわ、渋いっすねレインか。レインですか、渋い3曲目は、はい、イントゥザさん。あ、まあそうですね、わかりました。なるほどなるほどなるほど、了解です。まあ、あ、じゃあ次、あ、そうですね、私のじゃあ、はい、私の、まあ、1曲目、はい、まあ、ですね、3曲は、まずはアビジョンですね。絶対来ると思ったわ。あ、本当絶対来んなと思ったよ、これ、うん、もうこれはもうね、決めてました。あ、決めてた。まずまずもう絶対これだなって。リクエストした時からそうですね、もう決めてましたもうでは、まあ、2曲目が、はい、アナザーですね。あー、はい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 、なるほどね、はいはい、はいはいはい。で、3曲目が、はい、ラメンタブルですね。あー、なんかわからんでしょう。まあ予想はできたんだけど、あ、まあ本当に持ってきたかっていう感じですねそうですね、まあ結構 いっぱい選んだ中で、まあ、厳選した3曲なんでね、そうなんですよね。そうですね、まあまあ結構迷ったんですけど、まあ私はこの3曲を選ばせていただきます。なるほどね、はい。まずじゃあアビジョンからなんですけど、ええ、まああの CY の頃だからやっぱその、まあ、よりこう川村隆一感がすごい時じゃないですか。まあ、まあソロでもね、もうソロ活動終わってからだから、はい、まあその当時のソロ活動の声でもまあアビジョンは結構、うん、合ってるっちゃ合ってるんですけど、そうだね、そうだね、やっぱ今の隆一さんの声で聞きたいっていうのプラス、うん、ライブだとあれ掛け合いじゃないですか、はいはいはい、J と杉蔵でこう、はい、それを CD 音源で聞きたい、うん、俺は あれそうそうそう、掛け合いをね、掛け合いを聞きたい、はいはいはい、そうそう、あの J だけでこう今の音源だけじゃなくて、うん、そうそう、あの杉様と、あ、なるほどね、そう J のあの掛け合いを俺はイヤホンで聞きたい、なるほど、ね、CD で聞きたいっていう、そうそうそう、2人に言ってほしいってことですね。そう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 、はい、あ、それはね、うん、納得ですわそうそう、それをね音源化してほしい、そうっていうので、もうまあむしろそれ一択で選んだみたいなところ、まあ、なるほどね、そうありますね、うん、ラップのあの部分は、はいはいはい、相方パワーのところはやっぱりこう2人の掛け合いが聞きたい、はい、っていうのがあって選びましたね。そうで、もちろんテンポは、まあ、もちろん正規テンポで、もちろん正規テンポでお願いしたいですけど、CY の曲って結構その深夜さんのあのスネアの音って結構なんていうのかな、うん、はい、軽めな感じですよね。あ、まあそんなに重くはなかった気がします。今の方がちょっと重いのかな。ちょっと重いですよね。うん、そうですね、うん。重いスネアの感じも聞いてみたいですね。うん、あ、聞きたいですね。そうですね。あの結局あれってラップ前があの深夜のそうダンツダンツダンツ、そうそうそう。だからね、よりこう映えますよね。映えるよね。うん、今ので聞きたいですね。なるほどね。そうそう。掛け合いが、そう。新たに聞いてみたい。新たに聞きたい。CD ですね。そう、CD でもう杉様と J で聞きたい。ああ、それはいいな。そう。確かに。で、2行目はアナザーなんですけど、はいはい、まあ、これシャインじゃないですか。シャインですね。やっぱこうさっき言った通り、やっぱこう隆一さんの声がやっぱ違うから、あ、だからやっぱりそう、やっぱ今の声で、まあ、よりこうなんつうんですか、あの頃はやっぱ甘いじゃないですか。甘いっすね、声が甘めだから、はい、今はほらあのやっぱソロとかいろんな、なんつうの、うん、マイクレスとかやってよりこう骨太な感じになった隆一さんの声で。この壮大な7分ちょいやったな、これ熟成された声で、うん、そう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 、いろんなね経験をしてきた隆一さんの声で、そう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 、歌うアナザーっていう、アナザー、そうで、この歌自体結構なんか壮大かつロックじゃないですか、ロックですね、そうそうそう、はい、であの女性のコーラスとかが、はい、あの女性のそのコーラスとのなんかやり取りみたいなのあるからあ、なんかぶつかり合いがよりなんかこう今だったらなんか、ああ、隆一さんとその女性の、うん、あのコーラスがぶつかったらやばいだろうな、やばいですと思うんですよ、そう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 、うん、で結構あのシャインの当時って、当時のシャインの音って、はい、ちょっと潰れた感じっていうんですか、歪みが、うん、なんかちょっとなんか前も言ってたね、そう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 、うん、なんかちょっとファズっぽい音だから、うん、今って全然違うじゃないですか、どっちかっていうと結構はっきりした、そうだね、そうそう、ラブとかクロスは結構はっきりした音、そうだね、そうそう、つぶらしのある音だから、うん、なんかよりこうなんかちょっと柔らかくなっ
柔らかく、ね、ま、丸くあるけども、うん、そう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 、聞きやすいっていうか、聞きやすい、そうそう、だからなんかこう、まあ逆にこう闇火みたいなこうちょっと激しい、あ、そうメタルな感じの音で、はいはい、アナザーやったらこうやばいでしょ、やばい、そうそう、なんかロックな感じとちょっと静かな感じのよりこう際立ち、そうね、ラストもアウトロも、うん、結構今の感じだといい、もっとよく、まあ、もっと良くなるというか、うん、雰囲気もガラッと変わるかもしれないね。そう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 、よりなんかこう例えばそのアウトロとかになんかこう水様がなんかロングトーンで生え引きバーって入れる、あーそれいいかもな、そういうのを結構考えたりとかしたら、アナザーはなんか面白いんじゃないかなとは思いました、ね、あそう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 って感じかな、それはありだな、確かに、そうってのはありますよね、なるほどね、はい、でまあ3曲もラメンタブルですよね、そう、これ高いの歌わせちゃうんすか、そうなんですよ、これあのやっぱあのサーチフォーマイエデンで聞いた時はやっぱ半音下げだったかな、はい、そうだね、キー下げてたんで、やっぱ下げずにどんだけそうどんだけのリクエストだよ、そうですね、下げずにこうリマスタリングしてもらってそうそう、で結構幻想的な感じじゃないですか、あれはやっぱ、まあそうだね、エデンだし、あ、そうそう、でも結構なんかロックチューンだし、そうだ、これはなんかエデンのあの幻想的な雰囲気よりなんかこうもっとなんか重めな、あ、ロック中にしたらなんか楽しいんじゃないかな、これはすごいぞ、そうだからベースもあれもトゥーンドゥ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 って始まったベースが、あのベースももっと 重い感じにしてもらって、さらに重くさせるのかなそうそう、いやじゃあ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 ってあのリフもやっぱ今の杉様とあのね、はいはいはい、音でね、よりこうドンシャリメタルみたいな、いや今やってたらすげえことになりそうだな。いや超かっこいいと思いますよ。ラメンタブルはマジでかっこいいと思いますよ。うん、とりあえずもうギターリフがやっぱあれ最高だから、そう絶対にいいと思うんですよね。うん、まあ今も今はとかもやっぱり、あ、そうそうそう、まあアビジョンじゃないけど、うん、そのコーラスも今ならではの、うん、そうですね。声ですね。そうそうそう。逆になんかこう今も今はのところとかも、やっぱ杉様とイノランでコーラスやるとか、うん、はいはいはい。そうそうそう、CD で、はい、そうそう2人でね、2人でそうそうそう、あえて入れてもなんか楽しいんじゃねえかな、いや楽しいでしょう、そう絶対なんかいい感じになると思うし、うん、順番でもいいよ、あいいですね、杉様イノラン、杉様みたいな、うん、あ先杉様、あ次イノランだみたいな、そうそうそうそ う, そうだから結構昔に比べて今の方が特にイノランはコーラス結構やるじゃないですか、そうだね、そうそう、だからそれも相まってなんかよりイノランもこう前に出してくれたら、あ確かにな、ラメンタブルも結構早いんじゃないかな、イノラン作曲ですからね、作曲で、そうそう、イノラン作曲だし、そうそう、でまあ最後のブレイクザロンリネスとか結構激しいじゃないですか、激しいね、ダン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 ってなるから、はいはいはい、そこでなんかこうまたさっきアナザイで言ったみたいにこうハイビギ入れてくるとかそうみたいな、あ確かにそういう、うん、新たな、音を入れるっていうのはちょっといいですね、そう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 、リマスターっていうのはリマスターの醍醐味じゃないですか、だからそれがそれはいいわ、確かに、うん、そうそう、最初は何でしたっけ、ね、メカニカルダンス、あメカニカル、そう、これねもうイメージで結構なんかまあこれ言ったらあれかもしれないですけど、もう結構完成されてるじゃないですか、うん、あれでも、あまあそうなんですよ、一応もうこれはこれでね、そうですね、もちろん確立されてはいるんですけども、ザワンが出た時に、はいはいはい、ワウワウで、あのルナシの特集やったんですよ。ああそうなんですね。そう。ちょっと知らなかったな。はい、でちょっと、まあ、幕張だったかな、はい。そこにセット作ってですね。あのあザワンを含めて。やりましたやりましたやりました。はい、やりましたでしょ。やりましたね。ザワンをメインにもちろんやるっていうあれだ企画だったんだけど、他の曲もやったんですよ。ああそうなんですね。でね、私その時にメカニカルダンスやったんですよ。あそれで選んだんだ。そう。あで、はい、リュウシさんの歌い方も、うん、もちろん多少変わってくるだろうし、そうですね。でもちろん手術もね、うん、無事に成功して、そうですね。うん、一応声にまあ問題はないという状態ですから、はいはいはい。まあ今のルナシーでメカニカルを、まあ CD 音源として新たに発売するとしたら、うん、はいはいはい。どんな感じなのかな。まあいい感じかもしれないですね。なんかそうですね。よりこうなんか大人な感じの、大人も、うん、かつ、うん。ちょっと危険な感じもね、そうですね、残しつつね、残しつつ来るんじゃないかなっていう、はいはいはい、そういう感じですよ、なんかねやっぱあれって結構ベースが目立つじゃないですか、目立つね、だから今の J のフェンダーのベースとかで多分レコーディングするとしたら、あそこ音も変わるし、そうだ、そうそうそう、はいはい、だから結構そのベース音も変わるんだろうし、
そうだね、そのあたりもやっぱ楽しめそうな感じはしますよね。楽しめると思いますよ。テンポどうなるかっすよね。テンポはね、うん、やっぱりあのイメージのね、そうですね、やっぱ早い、ちょっと、早いテンポでぜひ行っていただきたいです ね、 うですね、うん、確かにね、そう。だからその昔リマスターで出したじゃないですか、インディーズの、あのルナシーのね、はいはい、あれだとちょっとやっぱ全体的にテンポ落としてあったから、ね、そうなんですよね。そうですね、そう、なんかああいう感じじゃなく、うん、正規テンポで、ね、正規テンポで、はいはいはい、はい、ちょっと聞いてみたいですね。なるほどね、確かにそのメカニカルありかもしれない、ね、うん、ありでしょ、結構ありっすね、うん、確かに。でね、次レインはね、そうレインですね、まあ、これもね、やっぱこれもね、うん、曲に何、まあ、似つかないって言い方は変か、まさかこんなギターソロが来るとはっていう感じの曲じゃないですか、まあですね、熱いギターソロですね、ちょっとまあノイジーな感じ、そう、うん、で A メロのね、親愛なる君へって、はいはい、低いキーから入る、ね、リュイスさんの歌い方、はい、今の声で聞いてみたいかな。なるほどね、うん、まあ、もちろんライブでもやってるんだけど、やってますね、うん、また CD 音源とまた違うじゃないですか。まあ違いますね、絶対ギターソロもライブだと全然違うから。まあそうだね、そうだから多分ライブバージョンのギターソロみたいな感じ、ああもうそうそう、入れてくれるんじゃないか、そういうちょっとね、うん、もうあのカップリングのままではなく、はい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 、そうですね、ギターソロ長いなみたいな、うん、そういうちょっと変化もね、は早弾きガンガンみたいな、早弾きガンガン、あでしょうね、そうで、あのノイジーな感じ、そうですね、そうそう、かつね、そう、うん、音もぶち込んでくれると、まあ、ぶち込んでくるのかぶち込んでこないのかっていうね、勝手な妄想を含めて、まあね、うん、選びましたけどね。なるほどね、レインね、はいはい、そうです。あとはイントゥーザーさん、あのこのし、まあ、迫ってくる感じを、うん、まあ今聞きたいかな。あ、終幕前だからこういう雰囲気の曲がすごい良かったっていうのもあったけど、うん、まあ今のルナシーがイントゥーザさんを音源出したらどんだけこう迫ってくるのかって、まあ結構その16部でガンガンな感じだからね、あれはデケ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 だからね、デケ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 デそれはあれあるね、一番大きいかもしれない。まあそうですよね、私なら。そうそうそう、うん、だから今のその余計こう今の龍一さんの声で聞きたいっていうのは確かに分かりますね。あるよね、うん、であとそのてててててんてんてんてててて、感想のとこですか、うん、はいはい、今生まれそう、そうですね、そう、はいはい、あります。その音がね、うん、今だとどういう感じなのか。ああそうっすね、大人な、うん、あの当時よりもちろんね、年を重ねてるわけですから、うん、まあまあより洗練されてると思いますよね、大人のギターサウンドが混ざってくるイントゥーザさん、はい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 、聞いてみたいですね、聞いてみたいですね、確かにね、わかりますわ。もちろん、ライブでもなかなかやらないっていう、やらないっすね、やればやんないっすね、のも選んだ理由の一つですね、うん、なるほど。この3曲ともね、はい、比較的、うん、ライブ、まあ、レインは比較的多いかもしれないですけど、そんなやらないので、うん、ああそうですね、そういう意味で挙げました。なるほど、今の状態あんま聞けないって、まあ、特にイントゥーザさんなんか多分もう、もうリブートしてからもうやってないですよね、終幕は最後じゃないですか、だから多分そうでしょうな、そうですよね、多分ね、うん、だから余計に、だからそう、そういう意味で、うん、ライブでも聞けないしっていうのをテーマに私は選びましたけどね、うん、なるほどね、はいはいはい、わかりました。はい、だ本当にだからピリオドって出したんですね、出したね、はい、あれリマスタリングだけど、はい、あんな感じでウィッシュとかね、ウィッシュとかね、うん、そうそう、だから結構面白くなると思うから、まあ余力があるならぜひ出してほしいなって、まあ、当然買うんでね。いや、まあ、当然買います、当然買うんで、ね、そうそう、っていうのなんかそんな妄想を、いい、ね、そう、シングル、うん、まあ、シングルももちろんあるかもしれないですけど、シングル以外でそんなアルバムになったらね、いやー最高ですね、ちょっと面白いですよね、いやめっちゃいいっすよ、うん、リマスタリングベストみたいな、これ面白い企画ですよね、うん、面白いですね、そう、リクエストいただいた時、ええ、ああそういう内容もあったかっていう、そうそうそう、本当にちょっと結構、うん、なるほどねと思いましたよね、気づかされました、ね、気づかされましたよね、うん、ありがたいなと思いました、ね、確かにね。 AC ラジオでは皆様からのご意見ご感想をどしどしコメントお待ちしております。まだ動画が面白いと思っていただけましたら、高評価、スーパーサンクス、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で今回はこのあたりで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。